イリューシン96-96アエロフロートロシア航空イル -96 イル -96 は1980年代にソ連のイリューシン設計局で開発された4発ワイドボディ旅客機イル -86 を改良して作られたイル -86 ロシアのイリューシン設計局はソ連時代から軍で使用する機材も開発しているが スポレフ設計局と共に、ソ連国内及び、ワルシャワ条約機構国、第三世界の新祖国の航空会社向けの旅客機の設計、製造も行ってきた。そのイリューシンが、そしてソ連が、初めて開発した4発ワイドボディ機がいるマイナス86、であった。1970年代に設計し1980年から、 就航したイルマイナス86は、それまで多くのロシア機で見られた、胴体後部にエンジンを設置する方式ではなく、欧米のワイドボディ機で、一般的な主翼化に吊り下げる方式を採用した。サンクラス構成で350人を運べる。この旅客機はソ連を代表する旅客機となるはずであったが、致命的な問題を抱えていた。イルマイナス86が搭載していた。 NK-86 は低バイパス非エンジンであったため燃費が悪く、航続距離が 3600km と国際線で活躍するには明らかに不足していた。快適設備はあったもののボーイング747など西側の競合機に比べアビオニクスも大きく劣っており、運用面でのメリットは皆無であった。そのため、アエロフロート航空などは 1980年代中盤になっても球体化したいるマイナス62を長距離国際線に使用せざるを得ない状況になっていた。また、西側諸国への販売も目論んでいたものの、西側各社の受注競争に割って入るどころか、ワルシャワ条約機構諸国の航空会社でさえ採用されず、106機で生産が終了するありさまだった。 LL-96 の、機内イル -96 から300の操縦席この、L、イル -86 の欠点を反省し、国際長距離路線の性能要求にかなうよう、開発されたのが、L、イル -96 である。研究と開発は1980年代中頃に、始まり、1988年に、基本形のイル -96 から300が、初飛行している。 複合材の採用による機体軽量化をはじめ、グラスコックピットやフライバイワイヤーによる機体制御、ウィングレットを装備した新型の主翼や高バイパス比、ターボファンエンジンなど、ボーイングやエアバスの旅客機に対抗できる新技術が採用されたと発表された。しかし、ボーイング747から400やエアバスウェイ340、 マクドネルダグラス MD-11 など、同時期に就航した西側諸国のワイドボディ機が、皆二人乗務機であるにもかかわらず三人乗務である、ことや、上級クラスにすら個人用テレビが装備されないなど、多くの面で劣っていたことがその後の販売苦戦に、繋がった。 その後、1989年の東欧革命による、ワルシャワ条約機構国の非共産主義化や1991年のソ連の崩壊など、国家生態や市場環境が著しく変化した。中でも開発は継続され、1993年に、イルマイナス96から300が、アエロフロートロシア航空で運航を開始した。 また1990年代に入ると胴体を延長し、プラットホイット二次製のエンジンや、西側製の電子機器を搭載したイル -96M とイル -96T も開発が始められ、1998年にイル -96M が初飛行している。しかし、アエロフロート航空ですらボーイング777や、エアバス A330 を長距離、 国際専用機として導入するなど販売が苦戦したことから2009年にボーイングやエアバスと競合する長距離旅客機の生産中止が決定されたため以降は輸送機型及び軍用型のみ生産されることになった政府向けでは大統領専用機のいるマイナス96から300プのほか中古機を改装した 国防大臣向けのイル -96 から 400WIP が運用されている。軍用機としては空中給油機型のイル -96 から 400TZ が開発されていた。イル -96 から 400TZ は2015年に2機が 発注され、RA-96,103 が2015年末、RA-96,101 が2016年末に4.63億ルーブル取得され、約29億ルーブルで改装されるとされた。2017年1月16日には、戦闘機と共同での飛行試験が実施され、今後大型機と互換性があるかどうかは、さらなる国家試験の中で評価されたが、 UAC 側完全なが、研究開発活動なしで1年半から2年の迅速な手順での改装を提案したが、ロシア国防省はこれに同意せず、開発サイクル、飛行テスト、およびリソースの拡張コストを考慮した、最終価格が当初の説明よりもはるかに高いことが判明したことを理由に計画を中止した。2期製造された。 試作機は、L、イルマイナス96から400エムの開発に用いることが検討されている。イルマイナス96から300の生産は2009年に停止したが、イリューシンでは、旅客機型イルマイナス96の生産再開について2015年11月6日に検討していることを明かしている。 その後バソは2016年8月15日にベスティー・ボローネージにおいて2019年までにイルマイナス96から400エムの試作機を作ると発表。さらに2017年2月にリューシンという AC は開発について合意に達した。2018年11月20日バソが生産再開したことが発表された。 クバーナ航空のいるマイナス96から300いるマイナス96の基本形である。全長55.5メートル、翼端幅57.6メートル。エンジンは、ロシア製の勾配パス比、ターボファニエンジン、ペルミエンジン工場製の PS-90A が4発、搭載された。航続距離は、約9000から13000キロメートル。 巡航速度実速 880km、最大離陸重量は240トン、標準座席数は3クラスで235名。イル -96 から300は、ロシアの航空会社の新しいフラッグシップとして、機体を集めていたが、2005年8月、機体の設計上の不備から一時飛行停止となった、ことがある。なお、 いるマイナス86に見られた株デッキからの乗客の乗降方法は取られておらず、通常と同じメインデッキからの乗降となっている。胴体直径は6.07メートルあり、これは同様な形態のエアバス A340 から300型機より43センチメートル大きい。このため座席配置の面では、エコノミー座席を無理なく急列配置とすることが可能となっている。 また、貨物室は、西側の標準 LD3 コンテナを収納可能である。これらの特徴は、以下の派生型でも同様である。イルマイナス 96M イルマイナス96から、300の胴体を8メートル強を延長するなど、大型化し、エンジンと電子機器を、急に西側のものにしたモデル。 全長は63.9メートル。翼端幅は60.1メートル。エンジンは、プラットホイット二次製の PW2337 を4発搭載。垂直尾翼は、マイナス300型のものより小型化された。航続距離1400キロメートル。巡航速度実速880キロメートル。最大離陸重量270トン。 標準座席数は3クラスで375名。また、2人乗務が可能となった機体でもある。イル -96T 写真の機体は後に、イル -96 から 400T に改装された1997年4月26日に、ロールアウトしたイル -96M の貨物型で、標準的なパレット92トンを1万 1500km を超えて輸送可能。 いる -96MD ベースで PS-90A1 を4発搭載。最高435人の乗客を運ぶことが可能。2クラス構成の定員は332から340人。3クラス構成の定員は247人。3クラス構成での航続距離は約 11300km。いる -96M。96 t と同じく、二人乗務が可能。イル -96 から 400t イル -96 から400の貨物型。かつて研究されていた創発型。搭載するエンジンとしては、プラットホイット 2PW4000、ロールスロイストレント、ゼネラルエレクトリック GE90 などが考慮されていた。ロシア政府のイル -96 の300プハイブに、 通信用のフェアリングを追加するなどの回収をした、ロシア大統領専用機、プアを表す、4機製造。最新型の RA-96022 では、胴体の全部と後部に、それぞれ、L370 から2紫外線警告センサーと L140、オートクロックレーザー警報装置、LSZ100 から1ジオル CM ジャーマーから、構成される。 LSZ-101 システムを搭載している。これはヘリなどの防御用として配備が行われている L370 ビテブスクシステムの発展型である。イル -96 から400ウィップ国防大臣の輸送用。イリューシンファイナンスがポレット航空にリースしていた1機をベースとしている。配部に通信用のフェアリングを設けている。 い -96 から 400VIPFSB の向けの空中式機。イリューシンファイナンスがポレット航空にリースしていた1機を財政上の問題から差し押さえて改造し、2014年11月に飛行した。窓を廃止して、背部に通信用のフェアリングを設けている。空中式機器。2015年に計画を開始して、2016年には設計を完了。 2017年に最初の機体を構築する予定。空中給油型、試作機のみ。形式の Z はロシア語でタンカーを意味するザプロビシクの頭文字である。下部貨物室に燃料タンクを装備し、給油装置には、L、イル -78M-90A と同じ、アップズ -1M が採用される。 3500km 以上離れた地点で65トン、7300km 以上離れた地点で35トンの燃料を給油することができる。当初は純粋な給油機であり、上段の貨物室内に燃料タンクを設置し、オプションとして、下部貨物室に燃料タンクを設置して、人員や物資などを輸送を可能にする貨物機とのコンバーチブルとする計画であった。 しかし新規顧客からの要求に関連して要求仕様に変更が加えられ必要に応じて短時間で簡単に貨物機に変換できることが求められたことから当初オプション仕様であった仕様が標準となった。これに伴い航空機の再構成が実施された。国防省では2015年に発注した機体が試験に合格すれば追加で30機を購入する予定であった。 インドが興味を示しているとの報道も行われていた。同様の給油機としては、イル -78M-90 が開発されているが、イル -96 から 400TZ が多くの燃料を搭載し、長距離を飛行できる一方舗装された長い滑走路を持つ飛行場でしか運用できないのに対し、イル -78M-90 は給油できる。 燃料こそ少ないものの未舗装の飛行場で運用ができ、これらの点で使い分けがされる見込みであった。全運用会社、エジプトのフルガダ国際空港でアエロフロートによって運用されるイルマイナス96、ロシア政府管轄下の特殊飛行集団ロシアが大統領専用機のイルマイナス96から300、プ、プを5機保有するほか、コマンドポスト機として、 イル -96VKP を調達予定。また、FSB もコマンドポスト機として、イル -96 から 400VIP を保有する。ロシア国防省は、イル -96 の 400VIP を1機保有する。また、ロシア空軍向けの空中給油機として、ロシア国防省は2015年に2機を発注した。この2機のベースは、イリューシンファイナンスから、ポレット航空に、 リースされていた2機である。出展炎上する RA-96010 データは、遺留神航空複合体 FAA 対空証明文書 A54 ナノメートルと、イル -96 から300、パイロットマニュアル PS-90、A エンジン機体には、国際民間航空機関と、欧州航空広報安全機構の基準に適合したシステムが搭載される。 ありがとうございます。